全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかの。わしの名前は、キドじゃ。ということで今回は、視聴者から DM をいただきまして、このバンバドロ強いですよということで、今回育成してまいりました。テラスタイプが鋼で、持ち物がカゴの実です。努力値が HB ぶっぱで、特性が持久力。攻撃を受けると防御が1段階上昇します。これによって攻撃を受ければ受けるほど、どんどんね、防御力が上がっていき、技構成の中にあるボディープレスの火力も上がるということでございますね。で、タイプ一致の自信、そして鋼テラスタルすることによってフェアリータイプに打点を持っていけるヘビーボンバーなどがね、入っていて、で、カゴの実を持っているので、眠るを使うことによって HP 全回復、状態異常を回復した上でカゴの実で起きることができるということで、持久力で耐久上げていき、カゴの実、眠る使って全回した上で、ボディープレス、ヘビーボンバー自身で相手にどんどんね、圧をかけていくと。そういう方になってるみたいですね。はい。まあなんか、確かに強そうだなとは思うね。なんかセグレイブとか連続技使ってきがちなんで、そいつら相手にね、すごく刺さりやすいのかなって思います。果たして、この視聴者が教えてくれたバンバドロ、活躍することができるんでしょうか？早速ポケモンバトルやっていくぞ！ピッピカチュー！マッチングいたしました。相手が、ウォッシュロトム、マスカーニャ、ミミッキュ、巨人オン、ラウドボーン、そして、ドラパルトということで、よろしくお願い申し上げます。先発は、そうだね。サザンドラからいっちゃいます？サザンドラ、サーフ号、そして、バンバドロでいきましょう。お願いします。さあ、おいで先発、マスカーニャ、繰り出してくる？わしはサザンドラをぶち投げていき、まあ、トンボ返りでいいかな。上からトンボ返り打ち込んでいき、さすがにここトリックフラワーは打ってこないと思うんで、バンバドロに引きましょう。さあ、相手が弱ってる。チャンスだ、バンバドロ。えい、トンボ返り、打ってくる。変幻自在。えい、ダメージを食らって持久力で防御が上がっていく。で、こっから相手何出してくるかだな。ウォッシュロタムいそうな場合、まあ、巨人音か。なるほど。巨人音か。多分相手、鉄壁積んでくると思うんだけど、一発ボディープレス打ちますか。一発打ちましょう、ボディープレス。お、塩漬け？マジ？あざすあざす。持久力で防御が上がっていくんだよな。はい、ボディープレスドガーン。あれ、巨人を受けれないね、これ。どうする？ゴーストテラスタルだったら受けれる可能性あるけど。まあ、このままボディープレス連打でいいかな。はい、巨人を引っ込めてくる。ラウドボーン、ラウドボーンね。はいはいはい、ラウドボーンが出てくると。まあ一応ラウドボーンに対してはサザンドラ繰り出しておけばいいかな。いいね、かなりいいよ。バンバドロ仕事してる。うわ、ラウドボーン引っ込めてくる。今一度巨人を繰り出してきて、であれば悪、なんか照らしたら悪っぽいんだよな、この巨人をな。流星群打つか。ここ流星群ぶっぱ安牌じゃない？そんな感じするわ。流星群打ちます。いや、外しちゃダメじゃん！何やってんだよ、マジで。もう外さなかったら巨人音突破できてたやん、これ。もう完全に。バカすぎる、マジで。お前、いい加減にしないと首にするぞ、サザンドラ。お前な、お前、わしが一番好きなポケモンだっつって、なんか調子こいて、なんかそうやって、あれしてっと、わし切れっかんね、ほんとにね。サーフ号に引くわ。頼むぞ、サーフ号。はい、では、鉄壁を使ってくる。であれば、悪巧み積み毒だと思いますけど、引いてくるとしたら、ゴールドラッシュ読みのラウドボーンかなーって感じなんだけど、シャドーボール打つわ、ここ。よし、オッケー。巨人を引っ込めてくる。ラウドボーンを繰り出してくると。これいいね。
シャドーボールぶち刺さりますドカーン。オッケーオッケー、これで相手、おーナイス急所、さらに特番まで下げちゃっていく。これで完全に相手サイクル崩壊だ。サザンドラはちょっとおバカさんでしたけど、まあ3匹でうまく回せましたかね。これは負けないと思うけどな、ここまで来ちゃったら。マスカーニャ、まあバンバドロ出してもいいけど、まあさすがにサザンドラですかね。うん、これでよし、これでよしです。叩き落とす、悪タイプになって、あーこれまずいな、サザンドラ叩き落とされたのちょっとまずいかもしれない。まあ一応トンボ返りでいいかな。うん、相手トンボ返りで、おっとサザンドラ耐えていく。さあ巨人音を繰り出してきて、まあ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 なんとかなるかなこれは。うん、サーフを繰り出していって、悪巧みで良さそう。うん、引きづらいよねここゴールドラッシュ考えたら。え、悪巧み打ちますわ。いや、ここで照らしたのは諸説だったな、ここで照らしたのは諸説だったな。いや、ミスかもしれんこれ、切るの早すぎるね。相手も照らしてる、格闘テラスタル、なるほど。ボディープレス食らっちゃうから、ここでテラスタルはね、かなり良くない切り方しちゃったな。かなり良くない切り方しちゃった気がする。まあ、ゴールドラッシュでいけるでしょう。巨人を引っ込めて、マスカーニャを繰り出してくる。まあ、なんとかなるか。まあなんとかなるかな。であればゴールドラッシュでいいかな。ここはダメージ与えときましょう。はい、ビッピガチ、いいダメージ。相手は塩漬け。あ、次のゴールドラッシュで多分落とせると思うんだけど、ゴールドラッシュ押しましょうか。さすがに落とせると思う。 OK、 いいね。まあ、バンバドロで全抜き狙うっていうね、目標は叶いませんでしたが、とりあえず3体でいい感じに回して勝つことができました。対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手が、カバルド・マスカーニャ、ドドゲザン、ウォッシュロトム、ラウドボーン、そしてサーフ&ゴーということでよろしくお願い申し上げます。まあ、先発マスカーニャか。普通にカバルドンあたり出てくんのかなーって感じがするんで、サザンドラからべっちり投げていって、裏がバンバドロでいきましょうか。うん、でラスト1体をどうするか。そうだな、地味にあいつ重いんだよな、ドドゲーザン重いんだよな。まあバンバドロでなんとか攻めていけるか。であればウルガモスかロトムかなって感じだけど、ラウドボーンのこと考えたらロトムを連れて行きたい。ロトムですかね。お願いします。さあ、おいて射程ポケモンはロトムを繰り出してくれ。わしはサザンドラをぶん投げていって、なんか相手テラスタル切ってきそうなんだよな。相手のポケモンこだわりスカーフ持てそうなのがあいつだけなんだよね。マスカーニャだけなんだけど、マスカーニャ気合の助けっぽいんだよね。だからスカーフで上取ってなんかやってきそうな気がする。トンボ返り打ちます。でしょうね、そうでしょうね、なんかそんな感じしたもん。フェアリーテラスタルだよな。こだわりスカーフで最速でやってたら純速抜かれちゃわないね。大丈夫だね、 OK だね。よし、 OK。 でロトムを繰り出していって、テラバーストですよね。メガネだったら結構いいダメもらっちゃいそうなんだよな。まあ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 、受けれる受けれる。ここドラゴン打ちましょう。相手はテラバースト連打、ロトムさえ倒せればなんとかなりそうなんで頑張りたい。ここは当てていく、いいね。こんだけ削ってくれればあとはなんとでもなるわな。うん、なるほど。
じゃあこっからサザンドラ繰り出していって、あとはトンボ帰りとかでね落としていこうかなと思いますが、打っちゃいましょうトンボ帰り。ロトムを引っ込めて大事に取っておく。ドドゲザンを繰り出してきた。了解了解。じゃあトンボ帰りをしっかりと当て込んでいき、じゃあここをバンバドロー繰り出していこう。うん、で地震を打つよって感じでボディープレスを打っていく。これでロトム出してきた場合ロトム踏み潰すんで、どうかなりゆとり生まれるときたー。はい、残念でした。残念でした。ボディープレスだよーん。オッケーオッケー、完璧完璧。いいよいいよ、こっからバンバドロタイム突入じゃな。もうダンデのチャンピオンタイム超えるわ。うわ、サーフ号出てきたわ。サーフ号風船で浮いているってことなんで、まあ、サザンドラに引きたいかな、ここは。うん。おー、サーフ号引っ込めて、出してくるのがドドゲザン。なるほど。上手だね、相手。必死に交換合戦しているが、格闘技持ってそうなんだよな。ここ大文字で落とすのがいいのか、それとも一度バンバドロに引くのがいいのか、ちょっと諸説っすね。バンバドロに引きましょう、ここは。うん。安定打取っていく。土下山ね、結構効くな。で多分相手引いてくると思うんで、もうヘビーボンバー打っときます。アイアンヘッド、はあ、なるほど。持久力で B がブンブンに上がってくよ。ヘビーボンバー急所に当たってこの程度か。一回眠りましょうかこれ。おお、土下山を引っ込めてサーフ号を繰り出してくる。眠って元気になって HP が回復していく。で木の実をもぐりんもぐりんして、できればあんまりササンドラに引きたくないんだよな。まあササンドラに引きましょうか。うん、その時はその時だ。身代わりか、厄介だな。大文字打とうか悪の波動打とうか悩みどころ。まあ大文字ですかね。外しが怖いですけど、外しに怖がってたら勝てるもんも勝てません。悪だくみかな。風船が割れた。ゴールドラッシュ、いいダメージもらっちゃう。特攻が下がっていく。まあ大文字連打でいいでしょうこれ。サーフ号引っ込めてドドゲザンを繰り出してくる。ここ当ててほしいよ、頼むよ。ナイス、当てていく。まあ不意打ちあるからな。お、ドドゲザンを引っ込めた。残念、大文字連打するでしょそりゃ。当てていく。オッケー、勝った。いや、またなんかちょっとこうクッション的な役割になっちゃったなバンバドロ。でもめちゃくちゃ仕事してると思うんだよね。うん、対面のあれしっかり調整してる気がするわ。不意打ち、オッケー。サザンドラがぶちのめされていく。まああとボディープレスで勝てると思うけどな。ボディープレス打ちます。うわ、最後の最後まで相手勝ち筋あったか。おっかねー、危なかったねー。だが運に頼らないと勝てない時点で君はすでに勝負に負けておるんじゃ。対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手がカイリュウ、サーフゴ、パルシェン、サザンドラ、ミミズズ、そしてマリルリということでよろしくお願い申し上げます。さて、さて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 、まあ、先発サザンドラだね、さすがに。ミミズズ出てきたら、炎技ぶち込んでいって、で、サザンドラ出てきたら、お祈り、お祈り、トンボ帰り。うん。で、裏がバンバドロと、ラスト一体どうでしょうね。ウルガモスいた方がいいのか、ロトムいた方がいいのか、ちょっと諸説ですよね。それか、カイリュウ。
耐久物理受けポケモンがいなさそうなんで、海竜いたらちょっと安心できそう。うん、海竜で行きます。お願いします。さあ、おいで先発サザンドラを繰り出してくる。いやー、サザンドラ怖いっすね、マジで。マジで怖い。チンパン流星群撃つべき？いや、トンボ帰りでしょ、さすがに。怖えー。おっと、相手引っ込めてくる。出してくるポケモンが、マリルリちゃんを繰り出してくる。バリルリです。さあ、バリルリちゃんにトンボ返りをぶち込んでいき、当然ね、元へ戻っていくんですが、最近バリルリ炎を照らしたら多いので、ちょっと諸説ですよね。海竜出さざるを得ないのか、バンバドロ出さざるを得ないのか、ちょっとかなり諸説なんですけど、バンバドロ出して、バンバドロで照らしたる切って、自信打つわ。照らしたる、自信です。さあ、相手は何かしら技は選択したっぽいね。何してくるんでしょうか、相手は。すごく楽しみです。アクアブレイク普通に打ってきた。耐久あるよ、バンバドロはね。バンバドロの耐久舐めちゃいけないよ。自信ドーン。いいダメージ、いいダメージではあるが、ヘビーボンバーの方がダメ出るんじゃねえのか。これはヘビーボンバー打ちます。さあ、マリルリ引っ込めてきた。サザンドラを繰り出してくる。なるほど、ヘビーボンバー。はい、ピッピカチュー。おー、めちゃくちゃいいダメージを与えていくね。ただ、相手の悪の波動とか耐えらんないんで、ここはね、火炎放射や大文字、悪の波動を考えて引いていくことを選択しましょうか。なんだったらここでサザンドラやられた場合、海竜出していけるんで、全然ありかなと思う。さあ、サザンドラ繰り出して、相手は火炎放射ね。オッケーオッケー。じゃあ、またトンボ返りで、十分そう。サザンドラ引っ込めてくる？またマリルリかな？サーフ&ゴーですか。そうですか。サーフ&ゴー出してくるのであれば、悪の波動打ちたかったなーって感じなんだけど、バンバドロ、どうっすかね。バンバドロ出したくないっすね。海竜で行きましょうか、ここは。海竜の、竜舞じゃ。もうこっからね、全然全抜き狙っちゃうよ、足悪いけど。相手も、ここ竜舞してくるか、自信打ってくるか分かんないので、ワンチャン照らしたら切ってくる説あるけど、どうだろうな。いいよ、飛行照らしたら切って、わしに見せて、飛行照らしたら。そしたら、神速押すからね。お、テラスタル切ってきた。さあ、何テラスタルかな。ノーマルテラスタルということでね。シャドーボール、あー、相手スカーフか。あ、スカーフかどうかまだ諸説なのか、わかんねえ。素早さ種族値いくつだっけな、こいつ。サーフ号、まあでも一番ダメージ出んのって地震だよな、今現状で。激凛はマリルリにすかされちゃうんで、地震が一番ダメージ出るんで、ここ地震打ちますね。シャドーボール一発耐えますでしょう。ね、じゃあ地震打っていって、OK。で、次、神速で、落とせっかな、落とせそう。OK! これは、海竜で勝ったと思うけどな。おそらく、マリルリ突破できっかだな。ただ、アクアジェットは今一つだし、耐えると思うんで、神速じゃなくて地震でいいと思うんだけどな。地震打ちますわ。耐える耐える。オッケー。急所に当たっても耐える。危なかったな、おい。ふざけんじゃねえぞ、このクソガキが。はい。サザンドラ、バンバドロとうまく回して、最終的に海竜を安全に着地させて、しっかりと竜舞切って、全抜きと。バンバドロ主役級にはなれないけど、めちゃくちゃ強えわ。使いやすい。そんな感じでした。対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。悪くはない。
けど、めちゃくちゃ強いわけでもない。理由としましては、このバンバドロ、自発的に耐久を上げることができません。相手に殴られてようやく耐久が上がるわけですね。なんで、相手のポケモン次第なんだけど、アーマーガーとか対面に来られちゃうと、相手一生殴らないで、もう、挑発打った上で、鉄壁積みまくればいいわけなんで、あとはあいつもそうだね、巨人音もそうだね。まあ、殴んないでじゃあ。鉄壁積みまくればよくないっつって鉄壁ガンガン積んでくるんで、あんまり環境には刺さってないかなって思いますね。セグレイブもなんかいなくなったよね。今日一回もマッチングしなかった。うん。何試合やったんだろう。16試合やったのかな今日、動画撮るために。うん、一回もセグレイブとマッチングしなかったんで減ってんのかなって感じで、あまり環境に刺さんないかなーって思ったのと、あとこれに似た立ち回りできるポケモンいるんですよね。そう、アーマーガーってポケモンなんですけど、アーマーガーの方が強いかもしれないな。やはり自発的に耐久力上げられないんで、そこがちょっとね、難しいところかなと思いました。しかしながら、まあ今の環境、地面タイプね、ドオーとカバルドンぐらいしかいないんで、まあその中でね、地面タイプのバンバドロ、まあ鋼テラスタルするとはいえ、一応活躍するのはね、嬉しいなって思います。もしね、地面タイプ、ドオーもカバルドンも使いたくねえんだよみたいな、熱車に構えたオタクがいたら、このバンバドロ、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。そんな感じです。ここまでご視聴いただき、誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ、ピッピカチュー。